フォードトライモータは1920年代後半から1930年代のアメリカ合衆国の旅客機である。名称のトライモータの名前の通り、発動機を機種と両翼とに各1機ずつ計3発搭載した3発機である。1926年から1933年の間に199機が生産された。外観やレイアウトはフォッカーの3発旅客機。 フォッカー 5-3M とほとんど同じで外反にあるクラット剤を使用して耐食性を向上させている。ブリキのガチョウと呼ばれた。重量の増加により、フォッカーに比べて航続距離は減少した。ヘンリー・フォードの航空機に対する全金属製複数のエンジンの単容器という思想を実現したものである。また、量産思想により1日1機の生産を目指した。 この量産を実現するため、1925年、フォードは、ウィリアム B ・スタウトの会社、スタウトやクラフトカンパニーを買収した。より小さい機体の 3AT までは、ウィリアム B ・スタウトが設計したが、4AT からは、ウィリアム B 名誉に変わった。販売は思わしくなく、世界恐慌の到来もあり、フォードはこの機体の生産だけで、航空機業界から撤退した。 アメリカ陸軍航空隊では、輸送機として 4ATB 型と E 型を C-3 として採用し、後にエンジンを換装され、C-9 となった。海軍でも JR の名称で使用された。派生型のモデルも ATB 及び T も C-4 として採用され、爆撃機型も XB-906 として、試験された。アルクラットとは、 非強度が大きく耐食性が低いジュラルミンなどのアルミニウム合金を非強度が小さく耐食性の高い純アルミの薄い層でサンドイッチした素材である。ジュラルミンに限らず超ジュラルミンや超ジュラルミンも普通アルクラットを使用する。自社での開発と販売を諦めたものの第二次世界大戦中にはその生産能力を買われて B-24 の生産を受託しており、 本家のコンソリデーテッドや同じく自宅生産のダグラスをはるかに上回るペースで量産を続け全体の70%にあたる数を生産している。ありがとうございます。